はい、スキャンダルドラムのりなです。今日は、ちょっと初めての試みなんですけど、私たちの新曲合わない じゃあまずはすごく基本的なことなんですけど、この高い音の出るここですね、これがハイハットっていうところです。これと右足で踏むこれがバスドラムなんですけど、ハイハットバスドラムで一番自分の近くにあるこのよく聞く音だと思うんですけど、この3つの部分を叩けるようになればこの曲は8割方叩けるんじゃないかなと思います。すごくストレートでロックな曲なので、まずはこの3点を使って8ビートを叩けるようになってもらえたらなと思います。8ビートっていうのはまあ、基本的にはこういうものがポピュラーだったりするんですけど、これをどん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 改造していったりしていろんなパターンが出来上がっていきます。この曲にもこのパターンは出てきますね。じゃあ一回曲に合わせてやってみたいと思います。はい、曲に合わせてやってみるとあんな感じになりましたね。このビートは本当に基本のものなので、ロックの曲もポップな曲もいろんなところで使われていて、これさえ覚えとけば本当にいろんな曲が叩けて楽しいと思うので、ぜひチャレンジしてみてください。じゃあ次は、イントロとか B メロとか最後にも出てくるこの曲のちょっとポイントになるようなフレーズをやってみたいと思います。ロールっていうものなんですけど、さっき言ったバスドラムとスネアを使って、やっていくパターンです。バスドラはずっと、こんな感じでずっと4つを打っていく感じなんですけど、ちょっと両手が忙しくてゆっくりやるとこんな感じです。これを、強弱をつけたりスピードを一定にしながらやっていくと、すごくサビに向けてとか、曲の入りに向けて盛り上がっていくようなフレーズが完成します。ちょっとだけ早くやってみます。最初は小さい音から始まってどん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 大きくしていきたいと思います。みたいな感じですね。クレッシェンドをそのどんどん大きくなっていく、やり方のポイントとしては、バスドラムは音は一定の方が私は好きで、そっちの方がいいかなと思うんですけど、手を手の上げる高さを変えていくと音のボリュームが変わっていくので、無理に強く叩こうとするんじゃなくて、スティックの高さを少しずつ上げていくような気持ちで、で右手と右足を揃える感覚ですね。それに注意してやってみてください。じゃあ曲に合わせてやってみます。ロールを曲中で使うとあんな感じになります。ちょっと
8ビートルよりは少しだけ難しいかなと思うんですけど、まあ私もミスる時あるんで全然大丈夫です。ほんだら次はサビに行きたいと思います。サビは B メロで結構もう後半でハイハットも大きく開いて派手になってきてるので、それよりさらに派手に行きたいので、サビはずっとハイハットじゃなくてクラッシュに行きます。クラッシュで8ビート、基本のビートを作って、いろんな細かいフレーズを入れてるんですけど、ちょっとサビ前の決めぐらいからやってみたいと思います。まあ、サビの前半はこんな感じでいっぱいいっぱいシンバル類を使って高い音を、ハイの音を、すごくたくさん使って派手に見せています。途中で出てくるチャイナシンバルを使ってるんですけど、これは基本のセットにない人も多分たくさんいると思うんですけど、基本的にはこの、1,2,3,4 枚があればもうドラムはできるので、これはおまけのシンバルみたいな感じなので、ない場合は違うシンバルで応用してもらっても全然かっこいいと思います。で、例えばそのチャイナシンバルがない場合は違うシンバルで、やると、どんなにしようかな。じゃあみたいな感じで、左右交互に叩いてもらったら鳴ってくれると思うので、ずっとこっちでシンバル叩いてるから、ここでまたアクセントつけようと思うとうまく音が鳴らない場合があるから、その決めのとこだけこっちに頑張っていくとか、そういう感じでやってみてください。どうでしたでしょうか。はい、私はすごく緊張しました。でもやっぱ自分たちのコピーをしてくれるバンドがたくさん増えてきたっていうことはすごく嬉しいし、これからも一緒にいろいろ頑張ってやっていけたらなと思います。今紹介したフレーズは、私たちスキャンダルの曲の中でも本当にたくさん出てくるようなフレーズが多くて、で他のバンドの曲でもきっと応用できるものがたくさんあると思うので、ぜひバンド、コピー、楽器、いろんなことにチャレンジして毎日楽しんでほしいなと思います。それではありがとうございました。スキャンダルリナでした。